1977年の足の駅と周囲約500メートル範囲。左上が南稚内方面。側線はすべて撤去され、無人化に伴い駅舎ホーム側に防線化されているが、かつては周囲の駅と同じく相対ホーム2面2線と副本線、貨物ホームに引き込み線を持つ木材出荷駅だった。右上に見える猿骨側からストックヤードまで伸びた。 水路の跡が残されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成足野駅はかつて北海道宗谷郡サルフツ村あ足野に設置されていた北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はあの天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で 一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては二面二線の相対式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は構内の西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。 出入り口だけアルミサッシに変更された古い木造駅舎であった。なお、ホームには花壇が設けられていた。1983年時点の簡易委託の駅、務員は70歳を過ぎた老人男女であった。当駅が所在していた地名より、サルフツ駅大西別駅間の線路跡は、北海道道道線89号サルフツ大西別線に転用されている。 2001年時点では、猿ツ駅跡から東駅跡までは、完成済み、鬼し別駅跡までは工事中の状況であった。2010年時点では、鬼し別駅跡まで完成し、上下に車線の立派な道路となっている。2011年時点でも同様であった。東駅の跡地は、交通公園として整備されている。ありがとうございます。